皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋孝子です。本日はその人が制約するかしないかはあなたの思考で最初から決まっているということについてお話をしたいと思います。ここのところですね、おそらくまあ春っていうこともあるのかもしれないんですけれども、コンサルメンバーさんの方ですね、まあ、新規入学というか、まあ、新規入会の方の体験会とかが続いていまして、その方たちに何とか入ってもらいたいというふうに思うわけですよね。で、まあ、その時に実際にどういう形で、まあ、制約まで持っていったらいいのか、まあ、話し方の流れとか、まあ、クロージングというネット用語というかマーケティング用語で言われる手法はあるんですけれども、まあ、そのご相談、各々それぞれ皆さん立場とか扱っているものが違うので、アドバイスの内容は全部違うんですけれども、私がお教えしているのは、まずその小手先のテクニックは基本そんなに教えてないんですね。一応あるんですよ、営業でクロージングさせていくっていうそのテクニック的なものはあるんです。どういうふうに話の話題を持ってて、こういう流れで持っていって、相手の方がそういう気持ちになった時にそういう話をするみたいな、台本、トークスクリプトっていう言葉もあるんですけど、台本とかあったりするんです。だけれどもそれっていうのがその人の事業とかキャラクターに全部全然合うわけではなくてですね、私も当然自分も営業でしたし、私の部下も営業マン、男子とかね、教育したこともありますけれども、性格が違うと使い方と言葉が変わってくるので、内容の組み方立て方も基本変わってくるんですよね。なので基本はあるのは知ってるのは構わないんですけれども、その人なりきなそのらしさがある状態で、やっていくっていうのが基本なんですね。ただこれは手法の方になるので、本質的な部分で私がよく、私のクライアントさん、メンバーにお伝えしているのがマインドの部分ですね。考え方、ここが違うとですね、どんなに手法を覚えても決まらないんですよ。逆にここが覚えられると、その後例えば話し方があんまり上手じゃないとか、私説明が下手なんです、緊張しちゃってとかいう人でも大体は決まってきます。そしてさらにそれが進化系になってくると、商品そのものがもちろん魅力で購入されるんです。だけれどもさらに上のレベルとかになっていくとですね、あなたに会いたいが教室に来る理由に変わってきます。あなたに会いたい、だから例えば私の場合にはパン教室やってましたけれども、パンの技術が習えることはもちろん嬉しい、だけれども一番月一の楽しみは高子先生に会って元気なオーラをもらって、そして1ヶ月また頑張って翌月来るっていう、その循環が私にはとても大事なんですと、パン教室をやっている時に何人かの人に言われて、その方たちは生き生きとして通い、そして帰っていく。もちろん来てる時に若干ね、ちょっと沈んだような雰囲気の時もありますけれども、それでもまたこうパワーをもらったって言って、帰っていく、そんな姿を見て、私はそういったね、教室運営をしててよかったなというふうに思ったこととかはありました。なので制約の話をこれからするわけなんですけれども、思考が結果を決めているっていうことを理解してほしいので、その実例とかをお伝えしながらですね、自分の思考がむしろ、制約とか決まっていかない未来を作ってるんじゃないのかっていうのをちょっとねチェックしてみてもらいたいんですよね。で、内容が良くてもちろん入る方もいらっしゃるし、そういった形で進化系になってくると、人間にお客さんがつくっていう風になると、極端な話、私の講座であれば何でも来るっていう状態になっていた方もいらっしゃいます。私はパンもやってましたし、パンと写真という講座もやってましたし、低糖質の講座とかもいろいろたくさん持ってたんですけど、ほぼほぼ全部習った方とかもいらっしゃいます。要は何かを習わないと結局私と会えないからっていうのが当時のパン教室の状態の私だったんですね。今私の状態は、コンサルやってますので、コンサルメンバーになるか、セミナーとか来るかにはなるんですけれども、コンサルメンバーは簡単になれないので面接した上で
お互いが合意しないと入会していただくことはしないので、簡単には入れない状態になってますので、ちょっとそれは一言ね言っておこうかなと思います。そしてですね、では今日の本題の方に入っていきますね。まずその、制約するしないっていうのは教室運営の部分では非常に生命線で肝で、ネットから一発でもちろん入れば一番いいと思います。普段の活動とかブログとか、インスタでもフェイスブックでも何でもいいんですけれども、見ててこの人が好き、習いたい、タイミングがあった、行こうっていうので決まるのは全然 OK だと思います。ただ、例えば会って何か挟む機会があるとき、それが体験会なのかセミナーなのかっていうのは別として、私はよくねセミナーとかは開催しているのは、もちろんブログとか YouTube は相当の量を発信してるんですけれども、やはり実際にお会いすると熱量が変わるので、あとは伝えられるその内容の濃さが変わるので、私はリアルで会えるやっぱり基本セミナーは好きです。時間がねどうしてもなくなってきて、忙しくなってくるとセミナーとかの数も減ってきちゃうんですけれども、なるべく直にお会いしたいと思って、だから全国動いてたりとかねするんですけれども、でちょっと話を戻すとですね、会ってっていうところで決まらないタイプの人がいます。ウェブで一発でもちろん決まればいいけれども、体験会とかお会いする会の後に大概決まらないっていう人がいてて、ご相談とかも乗るんですけど、その人の場合には私が大まかに分かっているところは、ほぼ最初の受付の段階でその人が、感じている、捉えている、その新しく入会するかもしれない人の情報を自分の曇ったフィルターで見ていて、その先の未来が結局決まらない未来を作っているっていうことが分かってきたんですね。ちょっと回りくどかったですね。はい、言いますね。事実は一つなんですよ、基本的には。でもその人の考え方と捉え方によって、事実が事実じゃない状態で思いでねじ曲げられちゃうものとかっていうのがあるんですね。例えばなぜ、今回の体験会に来ようと思ったかみたいな、仮にアンケートを取ってたとします。でそこのアンケートにその新しくくぐら方が、私今こういう状態でこうで、それで行きたいと思いましたっていう、文章を仮に書いていたとします。でそれを読んだ側、受け手ですね、今回で言うと、私のクライアントとかでなかなか制約が決まりにくいタイプの人は、その文章をなぜか自分の主観に落とし込んで、自分のネガティブな記憶とネガティブな体験に変換をして、その人を見てしまうんです。だから書いてあることはね一つだし普通なんですよ。だけれどもその人自身が持っているフィルターですね、この人は決まらない、なぜならばこういう要素を持っているからっていうのは、その人のロジックで勝手に決めてしまっている時があります。で実際にそういう相談を受けると、これがなんで決まらないと思うのか、その思考の方が私は不思議だってその方に言ったりすることあるんですよね。私には別に普通に入りたいっていうふうに言ってるようにしか見えないんですよ、私が見ると。だけど彼女は入らない気がしてるので、攻略方法を教えてくださいという、この違いは何なのか。文章は一つなんですよ。だからそこでなぜそう思うの、どうしてっていうのを聞いて、いろいろやってると、過去にこういう人がいてなんとかで、私がそうだったらそうしないからですとかっていうのが答えで出てきて、あ、そっかと思って、この人は自分のフィルターに合わせて、自分の価値観に合わせてこの人を判断しているんだなというふうに思ったんです。だから、前提がですね、決まらない前提でその人を接客することになります。決まらないのをどうやったら決められるかなと思い接客をします。大前提が決まらないっていうことになってるから、だから何かそういう態度で接するとですね、無意識なんですけども、緊張が出たりとか、決まらないって思ってるのを決めようとすると押し付けがましくなったりとか、無意識にですね
入会させたいみたいな気持ちが端々に出ちゃったりね、言葉の端々に出ちゃったりで、そういうのがあると感じちゃいますね相手は。あとそもそも人っていうのは自分に対して興味を持ってくれる人とか自分を好きな人ってなかなか嫌いになれないですよ。ストーカーみたいにこうしつこい感じはダメですよ、男性のね。もう君が好きだとか言って言われてベタベタねずっとくっついてきてな、もう四六時中見てるとかそういうのはダメなんですけれども、基本好意を持ってる人はそんなに持ってる人に対して嫌いっていうのはあまり感情を持たないんですね。ということはこの人は決まらなさそうな気がするっていうネガティブなオーラでその人を見てしまうと、そういう距離感を無意識に取る可能性があるんです。だから明るい先生とかっていうのはもう本当に初対面の人でも包み込むような優しい笑顔でね、それこそ寄っていくっていうか普通に話す先生とか、もう超人気の先生、私そういう先生何人も見てます。垣根がないんですよね。その捉え方が基本性善説っていうんですか、いい人としてしか捉えてないから、いい人としてしか捉えない場合、もしかして悪い人もいるのかもしれないけど、悪い人もいい人として見られちゃってると悪い自分を出せなくていい人になっちゃうとかね、なんかあるじゃないですかそういう話。だから捉え方がそもそもその人を色眼鏡ね、フィルターで見てしまうとですね、結局それがその人自身の姿になってしまうので、結局ギクシャクしたりうまくいかなくなったりするケースが多いんですね。だから書いてあることとか内容とか文章はね一つなんですよ。だけどその人の持ってる背景とか、元々の思考思想捉え方が結局うまくいく未来を想像してるのか、うまくいかない未来を想像してしまうのかっていう思考癖ですね、それになって現れるから、なので制約するかしないかは思考で最初から決まってるっていうことが言えるんです。じゃあ制約するって決まってるのに決まんないじゃないですかとかって言うんですけども、 100% はありえないです、だって人間だからそこに人間がいますよね、人がいますよね。人っていうのは当然感情も持ってるし反応で生きていくものですから、自分がよしこの人は決まるって思ってるって言ったって、何かの条件とかで引っかかるものがあれば、断るっていうことだってあるわけですよね。ただ要は最初からこの人決まらないよねっていう視線で見てしまっているのか、来ると思うっていう視線で見てるのかによって、多分こう好意的に話していく話し方とかね、そういうのもね全部変わってくると思うんですよ。だから基本先入観は持たない方がいい。うっすらとは持ってっていいですよ。この人なんか熱心そうだからいっぱい聞きたいことがあるんだな、じゃあこういう話題を振ってあげようとか、そういうためにその前のデータを読むのは全然構わないんですけど、この人入らなさそうな気がするとかね、この人は入りそうだから熱を込めて話そうとか、それは事前情報としてさらっと考えてもいいですけれども、基本ね会ってからじゃないと本体はよくわからないです。で会ってるうちに、よく私の場合にはねあるんですけれども、例えばセミナーで、ちょっとためになりそうだったから聞きに来てみた。だから本当に軽い気持ちです。で聞きに来てみて、私の話が本人にとってかなり有益で、ですごくこう私の人柄もどうやら気に入っていただいてっていう形で、で私当然セミナー終わってね、そのまま帰るつもりで帰り自宅とかしてた時にスススって寄ってこられて、私ね今日のお話とかすごい感動して、私自身も実践してみようと思うんですけれども、先生のサポートがあればもっと早くにそれが実現する気がするので、どうやったらコンサルをしていただけるのか方法を教えてくださいって言って近寄ってくる人とかいる。でその人は当然入ろうと思って来てるわけではなく、聞いちゃってたまたま聞いちゃって心が動いちゃって、お願いしようって思ったっていうだけの流れなので、いやこんなこと言うつもりじゃなくて今日本当にただ聞きに来ただけだったんですけどって、契約終わった後にねそんな話を言ってた方もいらっしゃいました。だから人は感情の生き物なので、
例えばセミナーないしは体験会をしているところで、あなたも新しい入会者を見てるかもしれないけれども、入会者もあなたのことを見てるんですね。だから、まあ、相思相愛になるかならないかっていうのは、その間に起こるストーリーですね。どんなストーリーがその日一日展開されて、その人にとって居心地のいい場所で、あ、ここにいてこの人と一緒にいると私の夢が叶いそうとかね、そういうふうに思ってもらえれば多分契約にはなるんです。だから基本ですね、オーラはですねフラットにしてる方がいいですね。先入観はない状態、その時に初めて聞きながらとか目を見ながらとかお話の癖とかねあるので、そういうのを聞きながら、あ、この人は本当にやりたいんだなとか、この人は冷やかしで来てるよねとか、この人はまだ先だな、やっても先だなとか、そういう区分けとかをしていきながら話を聞いていくと、まあ、角度がすごく高くなっていくということなんですね。なのでこれはやはり数稽古がどの道必要です。上手にそれをこうこなしていくっていうので、次回また反省、まあ私と私のコンサル生さんとかだとね、その結果とかを聞きながら、私がその流れを聞いたりとかして、え、そこでそう言っちゃったのとかっていう流れからしたら、そこはそれじゃないとか言って言ってね、あ、そうでしたかって言って、その次直すと決まったりとかっていうのがあったりとか、あと事前シミュレーションとかもね、うちのメンバーはよくお願いされて、ロールプレイングってやつですかあれをやったりする時ありますね。お客さんはどういう人の予定なんですかって言って、こういう人こういう人こういう人って言ってきます。で、私だからお客さんの気持ちに なりかわろうとするんですよ。そうすると事前情報が少ないとですね、反応がしづらいので、なりかわった時のね、事前情報少ないなっていう時もあるんですけど、まあまあ少ないなりきにはこういう感じかなと思うのを言って、でこういうふうに考えてて、でこういうふうにして、ここのところでこういうお話をしようと思ってるんですけどっていう話を言われた時に、いや、そこで今その話されても唐突すぎるからとかって言って、その人に私成り代わってるので、まだそんなふうな感情の盛り上がりが今ないのに、そんな話をされるとドン引きですとか言ったりとかすることあるんですよ。だからその順序とか間違っちゃってるタイプの人も多いし、自分がこうテンパっちゃって、自分のことを一生懸命言うのに必死になっちゃって、結局その相手のことを引き出そうとしてない場合には、その後決まっていかないんですよ。だから基本質問力、傾聴のスキルですね。でその際には聞いていくっていうことになるので、相手に興味を持たなくてはいけないですね。だから教室の先生っていうのは、人が嫌いっていうか、人好きじゃないとまあまあまず無理ですね。人好きっていうのは人に興味を持つっていうことです。だからたまにですね、自分の話をめっちゃいっぱいして超人気の先生とかもいます。その話を聞きに来たくて、もちろん私もセミナーをやればセミナーの内容でみんなお金を払って聞きに来てるから喋りますよ。だけどコンサルテーションとかになると、まずは聞くことの方がメインになりますね。どちらかというと、ただ聞くことの中に本人がどちらかっちゃってて、整理ができてない内容とかがあると、なぜそう考えるんですかとか、そう思った理由は何ですかとか、どうして、なぜっていう言葉を非常によく使います。私の場合になぜか、要はその人がなぜそう考えたのかを知りたいからです。まあ興味を持ってるっていう状態なのかもしれないですけどね。でそれを答えるうちに、その相手の方が自分の頭が整理される時もあるし、私がなぜどうしてを繰り返していくと、答えが全然答えられない人がいます。それは思考が整理されてない、自分がそこまで深く考えていなかったりとか、思っても見なかったことを言われる。私としてはその考え方があるから決まっていくんだよねっていう重要な核になる質問をしてるんですけど、そこが抜け落ちてる方は答えることができないので、要は答えることができなかったという自分に気づくのがどちらかっていうと大事なんですね。そうすると、あ、そういうふうにして来る人は考えるんだとか、そういうふうに考えるんだっていう話が分かってくると、これ訓練なんですけどね、ロールプレイングで。ただ前提条件でネガティブに捉えてる人はストーリーがね全部ネガティブになっていくので、私お客さんになり変わってるのに、どん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 こう卑屈な方向とか
別に私そんなこと思ってないのに、そうですよねとか、こうでからこうなっちゃいますよねとか、同調はされてるんだけど、いや、そこ別に同調してもらわなくても いいのにっていうような話とかがあると、どんどんこう心が離れていく方向に接客をしてしまうタイプの方もいらっしゃるので、そこ要注意ですね。はい。だから決まらない、特に対面が決まらない人は、対面の前のインターネット集客とか、そこをクリアしてるわけですからね。口コミじゃなくてですよ、普通に外からちゃんと集客っていうところにおいて、それをクリアしてるのに会うと決まらないっていうことは、会った時の対面方法、接客方法に何か問題が絶対にあります。で、それはミスリードをおそらくしてます。対話の中でミスリード、決まらない方向にあなた自身がリードしてしまってる可能性がありますので、まずはね、フラットにした方がいいです、思考は。で、情報をきちんと受け取ろうと思って、質問を、正しい質問ですね、欲しい答えが出るような質問をしていく、このスキルを磨く必要があるので、そこは数稽古です。だけれども、思考自身はね、明日から変えようと思えばいくらでも変えられるので、決まる方向の明るい要素を探していくっていう目線で見ていくと、同じ人でも違うふうに見えていきますのでね、ご自身の思考癖を一度チェックされるとよろしいかと思います。それでは。